皆さんこんにちは。こんにちは。今日はついに爆音なちさんが、はい、あのワルビッシュ TV に出ていただけるということになりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ジュン君、名前は公表してるんですか？名前公表はしてる。うん、あ、してるんですね。まあ、もともと岡本純一郎っていうリングネームもずっとそうやったんですけど、なんか、どんぐらい格闘技空いてたんですか？格闘技自体は、半年ぐらいかな。あ、試合はちょこちょこやってるんですか？うん、試合ちょこちょこやってる。それこそ今を騒がすというか、今もうほんまにもうブレーキングダウンっつったら、もうな、格闘技で言ったらもうほんまに今、地下格とか全部のなんか今一番、なんか名前が走ってるやんか。そうやね。ブレーキングダウンで、今、なんていうの、この、県対抗戦っていうんですか、うん、団体戦で対決してて、で、大阪代表のヘビー級として、今、出場しています。俺がもうほんまに、それこそブレーキングダウン大阪の、あの予選の YouTube のあれやんか、うん、あの時に俺がこう唯一推薦したぐらい、あ、俺も純君しかおらんなって、うん、ぶっちゃけ思ったあの人です。ほんまに柔道とかやっぱ元とめっちゃ強いから、うん、あのほんまに何でもありの喧嘩スタイルが見たかってんけど、今回はキックルールだったね。キックルール、うん、ああなるほど。まあでもそれでもあの相当強いんで。そうですよね。次はで今週っすね。これだから、うん、これだからこれ自体は流しちゃってもいいですか？26日の前に。まあいいよ、うん、あ、大丈夫ですか、うん、26日の前にこれ自体は一応放映って感じするんですけど、はい、どうですか自身は。次の相手はどこなんですか？北関東で大将が、中野湊斗、はい、剣バトのシーズン2の準優勝かな、トーナメント、はい、で、剣バトのライアルのシーズン 2? うん、だからあのジャッキーが出てた1個前、はい、の王者ですか？の、2位。あ、2位になってんすか？無差別で80キロぐらいやったんじゃん。結構細かってん、はい、ほんで無差別で出て2位になってて、はい、誰に負けてんすか？葛西君。ああ、なるほど。うん、ああ、あの葛西君とも結構なんかこうずっと剣バトで、うん、1位、2位って感じですよね。そう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 。へえ、一回それこそ葛西君とトーナメントでやるって話だったんじゃないですか？マスラオ。マスラオでね、うん、そうそうそう、うん、マスラオで、そうそう、カズヤ君が怪我して出られへんってなって、はい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 、ほんでカズヤやねんけどと対マンになって、そうですよね、うん、もうだいぶ関係で言えばもう7年8年ぐらいになるんですけど、うん、まあ、ほんまちょっとマジで僕応援してます、うん、何回も YouTube とかに出てくださいよなんて話はちょこちょこあったんですけど、うん、そう、なんかね、対戦してくれとか言われると嫌やから。そうなんです。僕の引退試合で、それこそ、実は戦っていただいてて、うん、僕は引退者身なんで、関係ないんですけど。はい、うん、うまいなぁ。うまいなぁ。持っていき方。いや、あの時でもほんまに、僕、道場の当時の会長、うん、まあ、試合させていただいたんですけど、会長に、翔、めっちゃいい選手、負けても恥ずかしない、もう、選手、選んで、うん、もう、試合有利だぞって言われて、もう見たら、淳君や、うん。もう、自覚負けなしやし。うん、もう一番の時やりましたよ、練習してみで、うん、名古屋まで行ったやろ。名古屋も行ってたし、名古屋どころかもう毎朝、うん、朝からもう何ブレンって、もう3ブレンとか、うん、もうほんまに不安やから、うん、毎日不安でしゃあないんで、もうめっちゃ練習したっすね、うん、こうやってショーめっちゃ練習して来てくれたけど、うん、なんかほんま俺なんやろ、練習マジ嫌いやんか。練習マジでしないですよ、うん、ほんま練習嫌いやし、あの試合の当日も朝7時までスナックおってバリ怒られたし、ほんでなあ、結果まあショーの気合い勝ちで、まあ俺が押し切られたけど、うん、気持ちでも僕はもう捨て身やったでしょ。捨て身やった、うん、もうあの僕正直言って実力で言ったらもう全然、うん、もう純君の方が もちろん上やし、なんかもう やってる最中始まって中央の取り合いになって、うん、こうなんていうの、引いたら負けるって絶対分かってるから、もう途中でさ、もう地元やから俺のメインイベントやし、ね、ここでなんか負け、判定負けしてすいませんすいませんって俺の嫌やったんですよ、うん、もうそれやったらもう失神させてくれよと思って、うん、こう捨て身で思いっきり向かっていった、うん、一番だからある意味自分的にはもう攻めれた試合やったかなっていう、だから失うものがなさすぎて攻めれたというか、うんうん、それがちょっと正直あるわ、あったっすかね、うん、で終わった時にあの奇跡であのね、結果としては勝てたんで、俺としてはもうこれで引退しようと。引退試合。あれは引退試合やった。引退試合しようと思って。8年ぶりに聞いたそれ。引退試合やったっていう衝撃の事実。いやもう、うん、そこからもう会うたびに早く再戦しろ再戦しろって言われるんですけど、はい、それだけ勘弁してください。うん、
で、ジュン君の引退試合でやってくれって言うから、もうずっと引退させてくださいって。でもまあ、あの、ショーに負けて1敗してから、ずっともう地下でも、はい、まあ、あの、ずっと勝ち続けて、うん、日本国内では負けてないから、そうそうね、地下格では。そうそうね。その結果、まあ、33戦、32勝1敗。その1敗、誰に負けたんやって、あのネットで結構話題になってるから。ここです。でも俺もやってて、もう、あの、俺はみんなに言うけど、もう一回やったら勝たれへんって。俺みんなに言ってるから、うん、自分が勝ったとも思ってないし、でも、純くんはめっちゃ俺自信あるから、大阪代表として、絶対間違いないって思ってるし。うん、次は、もうバチバチ。相手ちょっと次、早いですね。はい。回転早いから、もう、うん、まあ俺もでもそこまでめちゃくちゃ遅いかって言ったら。そうですね、純くんも回転早いですもんね、うん。いけるから、まあそこで重さも足して、うん。うん、まあ、今までそんな俺自身弱いやつでやったつもりないし。うん。うん、ロシアの、だって、なんか、わっきわからん、ロシアのめちゃくちゃ195ぐらいの選手と、バッチバチを殴り合いしたり、で、そこも結構勝てそうやってんけど、なんで途中でああなったんすか、あれは。寝技でも隣人もなくなった。俺、寝技、やっぱスキルがないからさ。僕、ちょっとでも寝技系強いイメージなんですけど。やっぱでも、倒したりはいけるんかもしれんけど、その後に繋がれへんから、うん、やっぱ、グラウンドの技術っていう、また話別やし。それこそ、だから、うん、韓国のめっちゃ強い選手、うん、あれロードのランカー、そうですよね、うん、そうそう、とももう勝つ寸前まで行ったけど、最後最後カウンターで行かれた、カウンターで行かれたんですね、うん、あれ、うん、でそうやってでもほんま世界で戦ってたりとかして、もうほんまに練習しなくて、いや練習してくださいよ、もう40歳まで言われ続けて結果できてないわ。なんでなんですか、なんでそれはこうやっぱしんどいですか。いや、しんどいっていうか、なんやろな、テンションが乗ってこへんっていうかさ、普通に試合ポッと出るやん、近く、うんうん、買ってまうやん、はい、あ、いけるやんってなるやん、はい、とかもあるし、その何もせんと試合ボッと出て勝った時の方が周りからの声とかもうおーってなるやん、練習して勝って当たり前みたいなとこもあるし、朝倉海に言われてましたもんね、これを求めてましたってね、うん、まあ、要はだからそれこそ要は喧嘩を求めてるよね、みんな、ジュン君は試合をな10日に1回とか2週間に1回とか出るわけよ、うん、なんでそんな出るんですか、やめたらいいじゃないですかって話をしたら、ジュン君のまあその親友の方が前、あかんあかん、それが練習やからって言うね、あーなるほど、試合出ることが練習の感覚らしい、俺には全く分からへん俺はもうあの考えて考えて結構ちゃんと練習しないと逆に不安なタイプなんで、うん、意外に僕こう見えてちゃんと練習めっちゃするんですよ、うん、他のとこはこうなんかこう例えばウリダさんとかノッコンみたいな人らが気合入ってる感じやけど、うん、サップ君とアンディ君もめっちゃ気合入ってるじゃないですか、うん、うん、ほんまに優勝してほしいですね、うん、そうですね、これは何なんですか、これ結局この4つでもう、うん、優勝って感じになっちゃうんですか、決めてこの前その朝倉未来チャンネルで言ってたんは、はいはい、次の10で、はい、まあ喧嘩自慢他の他府県、今回のやつと別のとこを選んで、そこで10で対抗戦して、はい、そこで勝ったやつと頂上決戦みたいな、とか、はい、あとまあその、これからシリーズ化しようかとか、まあ、いろんな、 なんか構想はあるみたい、うん、あのブレイキングダウンとかその朝倉未来率いる、うん、あのメンバーらも飽きさせないですよね、うん、このみんなブレイキングダウンもうあれかなと思ったらやっぱりこうけんなんかこう、うんうん、ねうまいこと、うん、今回僕ちょっとどうしてもセコンド行けなくて行きたかったんですけど、ちょっとね戦略がちょっと入ってて、ちょっと代わりにエドボロがセコンドに楽しいセコンドでね、実力とかあれだったらさ、もちろん経験とかも純くんの方があれなんですけど、まあエドボロは今で言えばもうほんまにこう急上昇ではあるんで、そうね、エドボロの勢いも借りてちょっと一回エドボロとやらせろみたいな言ってたでしょ、無視しとけって俺ツイッターでツイートしたよそうツイートしてたよ、エドプロとやらす、あのかあのマキのかあの仇でやらせろみたいな、うん、もう無視しとけ大阪チームとしてはどうなんですか、団結してるんですか、めっちゃ団結してる、最高やと思う、ほんまにマジで仲いい感じなんですか、めっちゃ仲いい、昨日も、大阪でストリートスナップの撮影しとったけどみんなで、はいはいはい、うん、めっちゃいい感じだった、誰が一番やっぱ純君的には期待というかこういろんな意味で、いろんな意味で先ね楽しみなのはシェンロン、お、まあ、みんな楽しみやけどもちろん、はい、うん、まあ、シモ君なんかダントツズバ抜けてるし、はい、あのシモミシュラン、はい、うん、あれはちょっともうあれは出てきたからしいやいや強すぎますよ、うん、ね、あと大輔君とかあの力とかもおるし、はいはい、力も超イケメンで大輔君ももうキャラあるし、うん、イケイケですもんね、イケイケ、うん、全員楽しんで俺は確かに、うん、あのシェンロン、あの子がいるだけで、
こうまあ肩になるというか、うん、あの絵になるというか、そうそう、先頭切ってくれるから俺は後ついていけるだけやから。はいはいはい、はい、うん、そうですね。ジュゴで TikTok とかもやってるでしょ。 TikTok やってる。え、なんかいつも動画配信してるじゃないですか。あれはあれはふわっち、ふわっち、ふわっちでやってます。僕ちょっとふわっちとかあれですけど、リンクとかあるんですか。リンク一応あるかな。うん、ある、言われる。なんで YouTube はやらないですか。いや、やろうかなと思うけど、あんまなんてやろ、その企画とか寝れてないというか、どういう風なジャンルでいったらいいんかな。まあ俺バイカーやから、ハーレーの乗ってるツーリング配信とかしようかなと思ったりするけど、うん、ツーリングいいんちゃうんすか、あれ。ハーレーとかそんな、それこそだからなんで爆音ナチかっつったら、爆音ってハーレーですよね。そうそう、はい、でナチはあの子供の名前。爆音ナチって名前でやってたから、なんでなのかなと思って、うん、みんななんかナチの滝関係ない、まあナチの滝は関係ない、子供が、あれ一応いつも日本一の滝やから。ああ、そうなの。落差が一番。ああ、そうそう、ほんで子供何でもいいから日本一になれって。ああ、それでそこからちょっと撮ってますか。へえー、まだまだ純君今年で言ったら40。40よ。マジっすか、うん、まだまだあれっすね、強さで言えば今が強いっすか。今は強いんかな、ね、でもまあ試合出んかったらやっぱ落ちてくけど、試合出てたらやっぱり気張ってるから、うん、まあ、だんだん上がっていくかな、うん、僕もまだ行きますか。行こう。あ、もう引退したんで。そうやん。ガチで言ってくるからね、あのほんまにいつも、うん、絶対嫌ですよって。俺めっちゃ言われんねん。誰ですか。あのアンチに配信ショーやん、うん、お前ダルビッシュに負けたやろ、しょうがいなって。そう、俺が負けたん言うけど、でお前ダルビッシュに負けたのしょぼいなっていうことは、ショーがしょぼいって言ってんのってなるやん。お前それは違うぞって。俺も目つむってあの振ったのが当たってんから、もうやめてくれ。逆にあの立ち止、一瞬立ち止まってさ、はいはい、もう向き合ったっすね。そう、向き合ってそっからブンっていった瞬間にショーのパンチ前から入って、俺の空振ったから、はい、あれね、あれやな、あれちょうどね、僕ずっとオーバーハンド一本で練習してたんですよ、うん、でもオーバーハンドしたら引いてローを入れられて、こかされることを2回繰り返されて、3回目も苦しんだんですよ、うん、その時にそれこそアンディ君が入る前に、あの人もオーバーハンドのこの選手なんですけど、相手が動いた思った瞬間に振れって言われたことをなんとなく思い出して、もうあれ多分何ですか、あの完璧なもんやけど、純が動いたと思った瞬間にもうそれこそ目つぶってマジ振ったんですよ、それが入ってたっていう。でも自分で感覚なくて、ほんまにあのパンチが逆に一番感覚なかったです。あ、逆に無意識でいたから入ったからですかね、うん、そう、だから軽すぎて、なんか入ったと思えなかったけど、うん、あれ一番綺麗に入ったな。今までのどの試合で食らったやつよりも綺麗に入った。俺そこまで殴られることあんまないから。はいはいはい、はい、うん、あれでもブレーキングダウンやったら余裕で負けてますからね。僕の最初のだって1分半永遠やられてましたから、うん、そうやな。そうそうそう、あの応援合戦、俺結構あの動画とか見返してさ、応援合戦が羽曳野側と神戸側で分かれてた。あ、そう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 。ほんで俺が最初前半行った時、もう神戸側がもうお祭り騒ぎやった、うん、ほんで途中であの俺が食らい出してから逆転して、うん、そう、あれ見とったらバレおもろいな。確かに確かに。目標は何なんですか今。目標、別に何もないのな今これといって。だから何か見つけなあかんねん。でもやっぱり格闘技はやっぱりやり出続けたいですか。やっぱり快感なんですか。いや、でももう言ってもって感じやで。先もう強いなっていう選手がいたら、おやりたいなと思うわけですか。今は、前まではその日本一ってやっぱ競いたいって思っとったやん、はい、でまあ今マスラオのベルト取って、はい、ほんでまあ言うたら地下で言ったらマスラオ言うたらトップやん。はいはい。あ、そうなんですか。今全体的な評価としては、へえ、だからそこなんかなと。だからこれがもし他で日本一の地下格とか出てきたら、うん、そっちも行くんかもしれんけど、うん、まあ、中途半端にはでも終わられへんし、かといってまあ今からガチガチ練習してプロで勝てるかって言ったらそういう年でもないし、うん、ちょっと今回応援いけないですけど、あれで、ペーパービュー、ペーパービュー、ペーパービューでやるんですよね。やる。マジで応援します。ありがとうございます。TikTok であったりとか、ふわっちとか、あんなんもリンクはコメント欄と概要欄あの貼ってくるようにするんで、あとインスタもあのツイッターもあの貼ってくるんで、また皆さんあの応援の方よろしくお願いします。お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。